札幌市交通局7000系電車札幌市交通局7000系電車札幌市交通局7000型電車はかつて札幌市交通局に在籍していた札幌市営地下鉄の通勤系電車である東方線で営業運転されていた1988年12月東方線栄町駅放水すすきの駅間の開業に伴って登場した 東方専用車両は、当初、東西線6000系線電車を改良、増備の上で、東西線と同じ6両編成で運用する計画であったが、車体形状、寸法、定員等の変更が行われることとなり、形式を7000型に改め、編成量数も6両から4両へと変更され、デザインも改められた。東方線内には、車両基地がなく、 東西線沿線に所在する西車両基地に所属することから同基地への改装時に東西線西11丁目駅西28丁目駅間を走行するため基本的には6000型に準じた設計となった1994年10月に放水ススキノ駅副従駅間が延伸開業し後期車三次車が登場した延長区間は建設費削減のため 小断面トンネルで建設されたことから1.2次車とは寸法が異なる。前期車1.2次車も小断面トンネル対応改造が行われた。最終的には8両編成まで増結可能な設計であったが2016年6月25日の営業運転終了まで4両編成でなされていた。両先頭車が制御電動車、中間車が付随車であり、これは 東西線6線系の初期の蘇生と同じである。パンタグラフは 73XX3 号車に2機設置されている。不満方法は東京地下鉄等と同様 XX が編成番号。南北線では南、まこまない方向の先頭車は1号車であるのに対し東方線は西車両基地から東西線と 大通駅の連絡線経由で入線するために、東西線と1号車の位置、方向を合わせた関係で、北、境町向きの先頭車は1号車となっている。車体構造は6線型を踏襲したアルミニウム合金製で、正面デザインは南北線3000系のように貫通路を左に寄せた左右非対称で、前照灯、微灯は縦に並んでいる。 車体が大きくなったために連結部の車両間隔が6000系の約1メートルから60センチメートルに短縮され、側面ドアは6000型よりも100ミリメートル、広い1400ミリメートルとなり、乗降がしやすいよう設計されている。6000系同様の下線充電式であるが、パンタグラフは筆型を採用している。乗降促進ブザー音、車外ドアブザーの音イは、 南北線3000経営第2編成以降に準じたものとなっている。車内設備は6000型を踏襲しているが、壁の厚さを薄くすることで、客室内部は6000型よりも広い。さらにシートの奥行きを浅くして立席スペースを拡大したため、6000型に比べて定員が増加している。化粧板には札幌市の木、花、鳥である。 ライラックスズラン格好などのイラストが描かれている。連結部の吊り革は6000系の5本に対して6本に追加され、上述のように客用、ドア幅も拡大された。以降は、初期車と後期車に分けて解説する。第1編成、一次車は、試作車として、開業の1年前に完成し、東西線で試験運転を実施した。しかし、第2編成以降、 二次車も同様の設計、形状となったため、1. 二次車の相違はない。塗装はベージュに近い色をベースに、東方線のラインカラーである、ライトブルーの帯が腰部と、車体上部に配されている。六線系同様、先頭車両に行き先表示器が設置されていない。この形式は、札幌市交通局の地下鉄車両では、最後のものとなった。 2016年1月14日をもって第1、編成が廃車されたことにより、7000系試作車が消滅した。なお、この日は記念プレートを添えての廃車となった。同年6月25日にさよなら運転を行い、営業運転を終了した。最後に運用に充当したのは、第15編成であった。基本的に1.2次車と、車体形状は変わらないが、以下の相違点がある。 車体塗装は1.2次車と異なり、アイボリーホワイトを基調に、正面非常用貫通扉と側面の客用、ドア部分にはライトブルーの塗装が施された。車内 LED 案内表示器は一段表示式で、自疫案内やマナー啓発、英語案内などが表示される。視覚障害者に対応した車内向けのドアチャイムは設置されていない。 全社が川崎重工業で製造された。副重駅延伸開業前に初期車15本に対して商談面トンネル対応改造を施行。札幌交通機械が実施した。内容は7100系の VHF アンテナ、7300系のパンタグラフヒューズ箱の小型化である。二千七年一月から自動音声による車内放送を開始し、同年七月頃には、 すべての客用ドアに校舎とドア位置を示す展示プレートが取り付けられた。なお、連結部の転落防止外ホロは最後まで設置されなかった。2008年8月頃より1.2次車の座席シートの交換が随時施行され、3次車と同様の着席区分表示が設けられた。2014年頃より専用席付近の吊り革は高低差のあるオレンジ色のものに交換された。 ポケモンラッピング電車、ポケモン列車。2016年6月25日をもって、第15編成が引退し、全編成が運用離脱となった。初期車は製造から約30年、後期車は製造から20年以上経過しており、老朽化により2014年度から2016年度にかけて、新式の急線型に置き換えられた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。